一番やってはいけないこと、左のかかとを上げながらテイクバックすること。右足が全く動かず手打ちになってしまうこと。左のかかとを踏ん張って右のかかとを上げたら2秒止まることです。もうこれ3つあれば結構あ1年2年3年そのぐらいゴルフしてるんですかっていうぐらいのスイングになってくるので。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日は初心者の方向けに絶対やってはいけない足の使い方をレッスンしていきたいと思います。最近ですねゴルフをやる方が増えてると思うんですが、最初すごい肝心です。今日お話しすることは今後アレンジしてもしかしたらそういう風なスイングの方向に行くかもしれないんですが、初心者でこれからゴルフを始めるっていう方は絶対にやらない方がいいと私は思うので、その辺をご説明していきます。まずゴルフを始めるときにグリップを教わり、アドレスを教わり、その後にスイングに入っていくと思うんですが、グリップ、アドレス一番大事なので、その辺はしっかり基礎からやってみてください。今日はスイングの方です。アドレスができてテイクバック、クラブを上げる動作に入るときに、初心者の方ってやっぱ重たいんですよねクラブって。なのでこれはやっぱりこう体全体で上げていったりします。でどこに上げるかもわからないので、まあ、それは後々覚えていくことだとして、一番やってはいけないこと、左のかかとを上げながらテイクバックすること。これは後々飛ばし屋になりたい、ドラゴン選手になりたいとか、コースどんどんやってるけどもボール飛ばないんだっていう人は後々上げる方向に行くかもしれません。ただその時には体の軸とかスイングの基本が出来上がっているので、ブレを理解した上で上げるようになってくると思います。ただこれから始めますよっていう方たちは絶対軸っていうものを作っていかなきゃいけないですし、ゴルフの基本を作っていかなければなりません。なのでこの左のヒールアップを上げてすぐに始めてしまうと、もう自分の軸がどこだかわからないんですね。ましてやここからどこに戻ってボールを打っていいのかっていうのがわからなくなります。なので必ず左の足は地面にくっつけたまんま、しっかり足を踏ん張ってお腹を回す、そして腕を上げる、この動作でいいんじゃないでしょうか。いろいろ考えなくてもいいんですが、まず最初はかかと上げないでください。次にやってはいけないけどやってほしいこと、次は左足踏ん張ってトップが出来上がったらやってはいけないこと、右足が全く動かず手打ちになってしまうこと。ここはさっきの逆として、右足はトップが上がって打ちに行くときにどんな方法でも最初は構いません。下ろすと同時にかかとを上げる、前でもいいです、前でも上がったらいいのでかかとを上げる。かかとが上がったときに次に考えることは、右の足を左の方に寄せてくる、この動きを入れていく。初心者の方でもぐーんと成長しますから。私は今年ゴルフを始めます、始めたいっていう方にレッスンしてきたんですけど、この辺すごく丁寧に教えていくんですが、皆さんボールに当たる確率っていうのが抜群に上がってきます。もう一つやってもらいたいことは、左のかかとを踏ん張って右のかかとを上げたら2秒止まることです。もうこれ3つあれば結構あ1年2年3年そのぐらいゴルフしてるんですかっていうぐらいのスイングになってくるので、ぜひ試してみてください。初心者の方がやりがちなダメな方のスイングをやってみます。左のかかとが上がってしまって右に体重残ってバランスを崩します。左の足が上がり右に体重が残ってフィニッシュのバランスを崩してしまう。左の足は上げるときには踏ん張って、ダウンスイングに入るときは右足を蹴って左足に寄せてフィニッシュを取る。
最後フィニッシュを取ることによって、その前の動きでどこがバランス崩れたのかなっていうのがだんだん気づくようになるので、ぜひこの辺も試してやってみてください。